第二代コータウン伯爵ジェームズ・ストップフォードは、アイルランド王国出身の貴族、政治家、アイルランド庶民院議員、グレートブリテン庶民院議員を務めた。初代コータウン伯爵ジェームズ・ストップフォードと、エリザベス・スミスの息子として、1731年5月28日に生まれた。1749年、ダブリン大学トリニティ・カレッジに入学した。 1761年から1768年までタグモン選挙区の代表としてアイルランド、庶民委員議員を務めた後、1770年1月12日に父が死去すると、コータウン伯爵位を継承。1771年10月8日にアイルランド貴族委員議員に就任した。1774年11月26日、 アイルランド数密院の数密顧問官に任命された。妻の母が、第三代カーディガン伯爵ジョージ・ブルーデネルの娘だったため、初代モンタギュー公爵、ジョージ・モンタギューと、第二代、ブルース・男爵トマス・ブルー・ブルースとのコネを有することになり、1774年イギリス総選挙では、ブルース・男爵が適切な議員を見つけるまでの穴埋めとして、グレート・ベッドウィン選挙区から出馬。 グレートブリテン庶民議員に当選した後2ヶ月で辞任した。1772年から1776年までのアイルランド担当大臣ジョン・ブラキエールによると、第二代コータウン伯爵はアイルランド貴族院の会議にほとんど出席せず、数密顧問官への任命はイングランドでのコネによるもので、アイルランド総督の初代ハーコート伯爵。 サイモン・ハー・コートとは全く関係がなかったという。1780年に国王・ジョージ賛成により、王太子、ジョージの進出自重に任命され、同年の総選挙でアイルズベリー伯爵の手配により、マールバラ選挙区で当選。議会では、ノース内閣期に与党側で投票、シェルバーン伯爵内閣期に、アメリカ独立戦争の暫定講和条約に賛成票を投じ、 第一次ショーピット内閣期でも内閣を支持した。1783年2月5日に聖パトリック騎士団が創設されると同年3月11日に定員15名のうちの一人に選出された。1784年6月に大大使により進出自重を解任されるが、ジョージ3世はこの解任に起こり、コータウン伯爵をオシツ会計長官に任命した。 同年8月20日、コータウン伯爵は、グレートブリテン数密院の数密顧問官に任命された。以降もグレートブリテン庶民院では、王家からのメッセージを読み上げる以外はほとんど発言せず、投票では引き続きショーピット内閣を支持した。コータウン伯爵の望みは、グレートブリテン貴族への助釈であり、 王室会計長官に任命されるなど、常時賛成から気に入られていたため助舎は確実で、あるとみられた。そして、1793年に、おそらく助舎への内託を得て、庶民院議員と王室会計長官を退任。1796年6月7日に、念願のグレートブリテン貴族であるチェイシャーにおける、ソルターズフォードのソルターズフォード男舎に助された。 1810年3月30日にテディントン、近くの自宅で死去、4月12日にノーサンプトンシャーのディーンで埋葬された、長男ジェームズ・ジョージが爵位を継承した、コータウン伯爵夫人、メアリーの肖像画、ジョシュア・レノルズが、1759年頃。1762年4月19日、メアリー・ポイスと結婚、4、男を設けた。ありがとうございます。